原生代後期の全球凍結。原生代後期の約7億2000万年前から約6億3500万年前はクライオジュニアン期と呼ばれる時代で、2回の大氷河時代が訪れた寒冷期でした。すなわちスターチアン氷河時代、約7億2000万から約6億6300万年前と、マリノアン氷河時代、約6億3900万から約6億3500万年前です。これら2回の大氷河時代はどちらもスノーボールアースイベントであったと考えられるようになりました。原生代初期のマグガニン氷河時代のところで述べたように、まずマリノアン氷河時代の地層から低緯度氷床の証拠が初めて発見されました。そしてスターチアン氷河時代にも同様の証拠が見つかったことで、原生代後期にはごく短期間に2回のスノーボールアースイベントが続けて生じたことが明らかになりました。なぜ地球が全球凍結したのかはよく分かっていませんが、大気の温室効果が大幅に低下したからであることは間違いありません。しかし大気の温室効果が低下する原因はいろいろな可能性が考えられるため、真の原因はよく分かりません。当時は超大陸ロディニアが赤道付近に形成されており、それがいくつかの大陸に分裂することで化学風化が効率的に生じるようになったことが原因だったのではないかとする説が有力です。他にも火星活動、マグマの生成、上昇などの活動が停滞して二酸化炭素の供給率が大幅に低下した可能性もあるのではないかと考えられます。その後、詳細な年代測定の結果、マリノアン氷河時代の継続時間は400万年間で、火山活動によって大気中に二酸化炭素が蓄積して氷が溶けるまでに要する時間スケールの理論的見積もりと一致することが分かりました。一方、スターチアン氷河時代の継続期間はなんと5700万年という驚くほど長期にわたるものであったことも分かりました。このことから当時は地球全体の火星活動が現在の10分の1レベル以下に停滞していた可能性が示唆されます。スターチアン氷河時代から脱出して間もなくマリノアン氷河時代に陥ったことも、固体地球の活動が長期間停滞していたことを示唆しているかもしれません。マリノアン氷河時代に地球が全球凍結していたとするスノーボールアース仮説は、前述のような経緯で世界に衝撃を与えたわけですが、それは長い論争の始まりでもありました。論争というのは、地球がもし本当に全球凍結したら液体の水を必要とする地球上の生命は全滅してしまうはずだが、そのような事実はないという問題です。とりわけ海洋表層で光合成を行う真核生物である藻類がマリノアン氷河時代を生き延びた事実を説明することは困難であるという反論が根強くありました。この問題は現在でも完全には解決できていませんが、おそらく現実は単純な理論的描写とは違っていた可能性が考えられます。すなわち赤道域は完全には凍結していなかった可能性、氷の薄い地域があって氷の下で光合成活動が可能だった可能性、火山地域では地熱によって氷が溶けて
温泉のような場所が存在していた可能性などが提唱されています。またクリオコナイトとして知られる氷河の表面に見られるシアノバクテリアや藻類、鉱物などからなる暗色の粒子が全球凍結当時から存在していた可能性も考えられます。クリオコナイトは黒っぽいために日射をよく吸収し、夏季には局所的に氷を溶かして光合成活動が行われることが知られています。もしクリオコナイトの起源が原生代後期の全球凍結にあるのだとすれば、藻類が生き延びたことをうまく説明できるのではないかと考えられます。補足。全球凍結は世界の大陸が一つにまとまっていた時代に海嶺の火山活動による二酸化炭素の放出が減って起こったとされる。その後、大陸が分かれると海嶺の CO2 放出が増えて温暖化すると、氷が溶けて CO2 が海に多く溶けるようになり、大気から CO2 が減って気温が下がった。よろしければチャンネル登録と高評価をいただけると励みになります。以上、4代目ケンケンでした。